も、上方護衛艦の収益が急ピッチで進められていますが、2023年3月、ついに4番艦三隈が就役し1年ほどです。建造を担当した三菱重工業中崎造船所の能力もものすごいと思いますが、何と言って、桃が味方の性能が異次元レベルという極秘情報を入手した。今回は、海自最新鋭もが味方護衛艦三隈就役、米国ビビる建造能力に賛否し、やばい、7万馬力で、30ノットは、常識外れに、国連恐れるを詳しく見ていきます。建造能力は悪魔的です。昨年5月、ロシア海軍のアドミラル艦が、ウクライナ軍のミサイル攻撃で沈没したのですが、それよりはスーダンも高性能で、少人数化されていることが世界でも驚愕されたそうです。ロシアが、突如他国であるウクライナへ侵攻してから1年が過ぎました。戦いの終わりは全く見えません。世界では、ウクライナ戦争開始から1周年ということで騒がれています。そんな世界情勢を、よそに、日本は、昨年末、閣議決定した安保関連3文書に基づいた防衛力強化を、各分野で具体的に進めており、従来からガラッと転換した反撃能力を有する装備拡充に注目が集まっているようです。その中でも、注目の的は、有事の際、敵の領域内へ攻撃できる兵器としてのスタンドオフミサイルです。具体的には、一人式地対艦誘導弾の能力向上タイプや当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が大きなウェイトを占めることになりました。ここまでの大掛かりな自衛隊装備の方向性の見直しは近年稀に見る戦略、戦術の大転換でもありました。皮肉なことに昨年2月ロシアのウクライナ侵攻が日本の防衛政策を転換するため追い風になり防衛費総額を打ち出しやすい空気を醸成したという感もあります。日本の防衛政策という視点からは、激動の変化が起きた2022年でしたが、海自の新型護衛艦としては、今までにない多目的艦艇であるもが、三型が就役を開始したことも特筆すべきでしょう。海自最新鋭護衛艦もが三型は、2022年3月に、2番艦熊野、翌4月に、1番艦でネームシップのもが見、12月に3番艦のシロが就役、日本領海を守る任務に就きました。さらに、2023年は、3月、4番艦三隈、12月に、5番艦や萩が就役する計画ですから、昨年分を含めると、合計5艦の護衛艦が増える状況になっているのです。現時点で、もが、三型護衛艦は、トータル22隻の建造が見込まれています。一つの艦を長期間運用する弊害が指摘されていますが、就役から数えて、おおむね、40年間程度が使用期間として想定されているそうです。もが、三型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という新しい艦種記号を冠されています。これは、比較的小型の軍艦を意味するフリゲートの艦種記号 FF に、機雷戦のマイン及び多用途のマルチパーパスを複合して M を付け加えたそうです。もが三型護衛艦の性能としては、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 9.0m で、世界的にはフリゲート艦としても大きい部類に入るそうです。2023年1月4日、ロシア海軍の最新鋭フリゲート艦と呼ばれるアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート1番艦アドミラル・ゴルシコフが極超音速巡航ミサイルツィルコンを搭載して航行に出たと報じられました。3月になっても続いているウクライナ侵略戦争で最近地上戦では大きな戦果を上げられていないロシア軍はこのアドミラル・ゴルシコフを航行させることで、NATO 加盟国に脅しをかけようとしたとも見られます。と言っても、ロシアが喧伝するほど、ツィルコンが NATO 加盟国に効果的かどうかは、現時点では不明ですが、ロシアの言い分では、射程距離で 1000km 以上、飛翔速度はマッハ9以上のミサイルなので、迎撃は困難だと主張しているようです。
このツィルコンを実装しているアドミラル・ゴルシコフの性能ですが、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0m、全幅 16.0m であり、海上自衛隊のモガ2型護衛艦とは、かなりサイズが似ていますね。ただし、モガ、2型護衛艦とアドミラル・ゴルシコフの最大の違いは、その主兵装にあります。垂直発射艦 VLS を MAX16 セル搭載可能なモガ2型護衛艦に比べて、後者は倍の32セルを装備しているそうです。モガ2型護衛艦の優位性としては、水上戦闘艦として重武装に傾くことなく、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷の差と不設能力を付与された多用途艦というところです。また、モガ2型護衛艦は、外観のイメージ通り、従来艦よりも大幅にステルス性を考慮した設計になっていて、中国海軍による南西諸島方面への圧力行為に対抗するために、多用途性に重点を置いたということが伺えます。これまでのところ、モガ、2型護衛艦1隻あたり500億円弱の建造費と公表されていますが、海自は、さらに安価で小型な艦艇である哨戒艦を今後は建造していく方針を打ち出しているのです。2018年分の防衛計画の大綱の中で初めて言及された哨戒艦は、1隻あたりの建造費が約90億円という低額な小型艦艇で、イメージ的には海上保安庁の巡視船に近いようです。それにしても90億円で低額なんですね。金銭感覚がおかしくなりそうです。海自の新哨戒艦は、基準排水量1920トン、全長 95.0m、全幅 12.0m ほどの艦隊に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたコットラグ方式を採用、最高速度20ノット、搭載する兵装も 30mm 機関砲程度と見られています。こういった哨戒艦やモガ、2型護衛艦の使用を考えてみると、今後、ますます厳しさを増していくだろう。南西諸島方面に対し、海上自衛隊は、省人化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが推測できます。その意味で、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショア大隊となる艦艇として計画を進め、新しく建造するイージスシステム搭載艦などと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針と解釈できるでしょう。ちなみにもが2型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された、阿武隈型護衛艦、艦首記号 DE の後継艦にあたります。も、がみ、阿武隈と、護衛艦には、川の名前が付けられる規則性がありますね。さて、阿武隈型護衛艦は、ネームシップで、一番艦の阿武隈が、1989年、平成元年、最終6番艦とねは、1993年、平成5年に就役していますが、トネでも、慣例は、今年で30年になるので、近い将来の退役が見込まれています。阿武隈型護衛艦の前級で、1983年、昭和58年と、1984年、昭和59年に2隻のみが建造され、多遊張型は、2010年、平成22年に退役しています。海上自衛隊としても管理、運用する艦艇の新陳代謝が必要ですし、同時に防衛力との兼ね合いで進めていくことが急務になっています。言うまでもなく、トネも夕張も川の名前です。阿武隈型護衛艦の乗組員定数は約120名。モガ、2型護衛艦は、これより、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、省人化が図られたおかげで、40名も減らした約90名での運用が可能とされています。それでも、日本の少子高齢化の流れを止めることはできません。慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、少人化されたとはいえ、必要数を充足させることは難しく、防衛費は増額したとはいえ、課題は山積されたままというのが現状なのです。陸自や空自と職場を比較すると、海自で艦艇勤務になると、スマホがほとんど使用できない環境下に置かれてしまいます。今の若者が、こうした勤務を受け入れるのはかなり難しいでしょうね。人員不足は、公務員である自衛隊に限らず、
日常生活を支えてくれるエッセンシャルワーカーも同じです。国挙げて、この問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。